ジャック・オー・ランタンはアイルランドおよびスコットランドに伝わる鬼火のような存在。日本語ではジャック・オー・ランタン以外にもジャック・オー・ランタンやジャック・ランタンあるいは王にあたる部分を省略したジャック・ランタンとの表記、発音もある。漢語との混ぜ書きでは、チョチちン・ジャックとも言う。ランタン持ちの男が由来である。火の玉の姿のほか。 光る衣装を身にまとうカボチャ頭の男の姿で現れることもある。生前に堕落した人生を送ったまま死んだものの、魂が死後の世界への立ち入りを拒否され、悪魔からもらった石炭を火種にし、忍びて転がっていた株をくり抜き、それを入れたランタンを片手に持ってさまよっている姿だとされている。また、悪賢い遊び人が悪魔を騙し、 死んでも地獄に落ちないという契約を取り付けたが、死後、生前の行いの悪さから天国へ行くことを拒否され、悪魔との契約により、地獄に行くこともできず、株に憑依し、安住の地を求めこの世を彷徨い続けている姿だとも、されている。旅人を迷わせずに道案内をすることもあるという。本来は、大色のカボチャではなく、白い株を使うものであるが、それも本来は、 個人の白い頭蓋骨を模したものであると考えられる。さらにそれも本来は、本物の個人の白い頭蓋骨を使用していたと考えられる。現在でも中南米には、個人の頭蓋骨内にろうそくを灯すことで、頭蓋骨が光り輝くことで、頭蓋骨に、個人の魂イコール霊が宿り、個人が生き返ったものとして扱い、家族で頭蓋骨を囲んで祝う風習がある。 それと同じ意味合いの風習がジャック・オー・ランタンの起源だと推測される。ソレイを祀ることでソレイが子孫を悪霊から守ってくれることを期待したものと考えられる。キリスト教には天国や地獄に行った魂イコール霊が家族のもとに帰ってくるという教義はないので、また天国にも地獄にも行けない魂イコール霊では個人にも家族にも不名誉だということで、 ジャック・オー・ランタンの本来の起源や趣旨が忘れられたものと推測される。この話がアメリカに伝わった後、株のランタンは移民したアイルランド人によりアメリカでの生産が多かったカボチャのランタンに変化したが、スコットランドでは現在も株を使っている。このほか毎年10月31日のハロウィーンの日に作るカボチャのろうそくだてをジャック・オー・ランタンと呼び、 前例を引き寄せ、悪霊たちを遠ざける効果があると言われている。ナイトメアービフォアクリスマスでは、主人公、ジャック・スケリントンとして登場。ハロウィンタウンのカリスマ。普段は、骸骨男で、ハロウィンには、パンプキンキングとして活躍していたが、ハロウィンに、虚しさを感じ、クリスマスを演出しようとする。アトラス社のゲーム、メガミ生シリーズに、マスコット的な位置づけとして、 多くの作品に登場。同社のマスコットであるジャック・フロストと類似した外見となっている。敵悪魔として登場するが、同ゲームのシステムにより仲間にすることが可能。ジャック・フロストのような多様なバリエーションはない。日本のテレビアニメ、それいけ、アンパンマンでは、ハローウィンマンというジャック・オーランタンが、モチーフのキャラクターが存在する。登場するのは10月のみで、 言葉を一切喋らないが表情は作れる珍しいキャラクターである。関連項目。ありがとうございます。